ドニグルが派手にやらかさないといいんだけど。先にあっちの方を見てみる？今日は何か面白いことあるかな？私に任せて。キューおじさん、元気にしてた？体の方はどう？正尺先生、ちょうど探してたところだったんだ。そう簡単に死んだりなんかしないって信じてたぞ。ああ、それはもちろん。ちょっと待った！うちが死んだってどういうこと？うさんくさい、なんたらリッカーのせいだな。先生のことをしばらく見かけてないと思ってたんだが、あいつが不測の事態にあったとかなんとか言いふらしてたんだ。それも自分が埋葬したと語ってて、やけに真に迫っていてな。なるほど、彼も随分と商売上手だね。みんなを不安にさせて、うちが戻ってきて回収を再開した時にはきっとわざとそうしたって言ってくるはず。ふぅ、今度はどれくらい差し引かれるのやら。それはさておき、旧おじさん、聞いたことある？聞いたこと？どうやらまだ手遅れじゃないみたい。最近ドニグルを見かけなかった？ドニグル？いや、全く。あの方が琥珀街に来ることなんて一度もなかったぞ。昔は昔、今は今。何があったのかわからないけど、最近のドニグルは性格がすごく変わって、今は行方をくらましてて人を傷つけたりしてるんだ。で、うちはそれを処理しに行ってただけ。じゃあ今はどうなってるんだ？直接処理しに行ったんだからうまくいったよ。ただ連れて帰る時に少し情けをかけすぎて逃げられちゃったの。それほど厄介なことじゃないけど、みんなの身の安全も考慮してちょっとした道具を配っておこうと思って。はい、これは分野庭園七円羽。ドニグルに遭遇したら導火符に火をつければ安全になるよ。先生、このような貴重な一品を。もう一つ配って二つで一セットにした方がいいんじゃないか？それは、うん、安心して、うちが作ったものだから一つで十分だよ。それじゃあ旧おじさん、約束だよ。うちらは次の場所へ向かうね。少尺、あれって使ったことあるの？名前はなんだっけ？バカ、あれが何なのかわからない。少尺、あれは花火、それとも信号弾？もちろん前者だよ。うち、ああいった生活の雰囲気のあるものが好きなんだ。花火に生活の雰囲気があるかどうかは置いといて、あの人たちがあなたの手先？うん、この方が効率的だろ。事の顛末をいちいち説明してたらいつ終わるかわからない。別に悪巧みなんてしてないよ。昔ならあんな花火でもいい値段をつけて売らないと気が済まなかったけどね。いわゆる元を取るってやつ。そうそう、旧おじさんも言ってたように、早耳ならあいつがいる。マニオン、あ、いたいた、うちを埋葬してくれた人。どうかしたの？もしかしてお化けに会ったとでも思ってる？正尺先生、ご無事だったんですね。近頃見かけてなかったので、みんなもさぞ焦ってたでしょう。近頃か、半日ぐらいしか経ってないはずだよね。やっ
ぱりあんたのお世辞は何の意味もない。まあうちは別にそれを非難するために話しかけたわけじゃない。他に重要なことがあるんだ。聞いたよね。わざと驚かせてるわけじゃないけど。それは先生、ちょっとだけ二人で話したいんですけど。へえ、ずいぶんと慎重なんだね。いいよ。それじゃあみんな、ちょっとだけ失礼するね。すぐに戻るから。で、彼女は方法すら変えないの？それを気にする必要はないんじゃない？適材適所って言うし、そう簡単に行くことでもないだろうから。でも今まで掴んだ術の情報から見れば、それはリトスタみたいな人を超えてる存在なのに、彼女は。みんな誰か手を貸してくれる？あ、すっげって何があったの？行ってみよう。ん？どうしたの？そんな顔して。少女くん、引っ越しの手伝いでもしてるの？いや、強盗殺人と言った方が適切かも。何物騒なことを言ってるの。うちがやってるのは真っ当な商売。ここにあるのは彼から無理やり押し付けられたものだ。いくら断っても全然話を聞いてくれなかったよ。これがいい値段をつけて売るってこと？実はそういう意味じゃなくて、ほんのちょっとだけ内情を教えようと最近のことを話したの。そうしたら彼ってば、大儲けできる極秘情報をわざわざ教えに来てくれたって思い込んじゃったみたい。で、うちにめちゃくちゃお礼をして、最近稼いだ影をそのままくれたってわけ。あくまで誤解だよ。別に押し売りとかじゃないんだから。これも計画の一部？一見何の関係もないけど、後で伏線が回収されるってこういうこと？単に腕がムズムズしたからついでにやっただけで。琥珀街では一人を除いて一番裕福なのがさっきのやつ。それもとんだケチで。誰かが一押ししないとお金は回らないだろ。でも安心して、本題の夢追い人のことは忘れてないから。新しい手がかりでも掴んだの？その通り。あいつも何の根拠もなくデマを流したわけじゃない。通路が現れたことがかなりの騒ぎになってて、琥珀街でちょっとした騒動が起こったらしい。何しろこの長い間に通路が現れたのは一度だけだったんだ。幸いうちは不在だったけど、町には人望の厚い先輩がいたから、ちょっと説明しただけでみんなが落ち着いたんだって。先輩、術の人じゃなくて？そうだったらいいんだけどね。それならドニグロを彼に任せてもいいわけだし。でも彼は確かに今術に最も近い一般人と言えるのかも。とにかく話を聞きに行こう。ああ、少尺先生、本当にありがとうございます。外の世界にとって世界の泡は一つの盆景なのかな。この人どこかで会ったような。少尺、老朽に残るのか？おじさん、
その言い方はちょっと水臭いんじゃないか？うちは老朽の人なんだから、他に行くあてなんかないよ。通路のことで騒ぎになってたって聞いたよ。手間をかけさせちゃったね。そうなのか。てっきり後悔したのかと思った。後悔？他のことはあまり知らないが、前回通路が現れたのはあんたを自由にさせるためなんだよな。長く生きてきた奴らにとっては秘密でも何でもない。てっきり今回はあの時リトストの善意を断ったことを後悔したからだと思ったんだが。そんなことないよ。ただ単にドニグルのせいさ。どういうことかわからないんだけど、突然自分で通路を出現させて、うちが分離させた場所まで行ったの。桜花のことか？その通り。そのせいである友人も傷つけちゃった。おじさん、ドニグルのことを見かけてない？ないな。生活に必要な分以外、影に関することなんざとっくに興味をなくしてる。でもあいつのことなら。少爵、あんたたちはとっくに予想していたんじゃないか。何しろあいつが俺たちの味方になったのは本心に従ってそうしたのか、それとも誰かの仕業によるものなのか。ドニグルは影から来た怪物だ。あんたは後悔してないようだが、あいつの場合はそうとは限らない。おじさん、それってつまり術の一部から再び罹患の術僧になろうとしてるって話？さあ、はっきりとは言い切れない。ただあいつの本性について注意したまでだ。でももう100年前のことなんだよ。そんな企みがあるとしたら、どうして今までずっと待ってたの？機会を伺ってたのか。あるいは長年考え続けたことでひねくれてしまったのかもしれない。少爵、これだけは言っておく。俺が知っているのはほんのわずかな部分かもしれないが、リトストの死についてドニグルがどう思っているのか誰もわからない。でもあれはリトおじさんが自ら入念に計画したもので。ああ、確かにその通りだ。だが少爵、認めて尊重できたとしても本当に受け入れられるのか。あんたや俺ですらそうだったんだ。あいつと一番親しかったドニグルとなればなおさらなんじゃないか。それはドニグル、もしかしてリトおじさんを生き返らせようと思ってる？わからん。それにリトスト自身の意思も考えると、俺たちじゃおそらくドニグルの動機すらつかめない。あんたがさっき言ってた推測も大きく外れているかもしれない。それもそうだね。じゃあおじさん、ちょっと手伝ってくれる？ドニグルを見かけたらうちに連絡して。以前ここから借りた花火を使えばわかるから。名を馳せた明かりの研究成果が今や花火扱いされるとは。まあ確かにあれに他の使い道はないかもしれないな。わかった、問題ない。うん、ありがとね。ああ、そういやどこまで調べてるのかわからないが、今日の騒ぎはどうも通路によるものとは思えない。何者かが七釘を一本ずつ抜いている。少なくとも二本ぐらいは抜かれているようだ。直に見てみようと思っていたが、考えたところ本当にドニグルの仕業なら俺みたいな一般人は釘に近寄らない方がいいかもしれない。それは通りであっちの釘を元に戻さなかったんだ。もしかしてあいつは本当に。わかった、すぐに見に行ってみる。ありがとね。落ち着いたらいいものをご馳走するから。遠慮しとくよ。あんた毎回おごるっていう割には
会計するときにいつもいなくなるからな。まったく。いやあ、あ、時間も時間だし、先に失礼するね、おじさん。厄介になってきた。ドニグルはちょっと我慢できなくて外へ遊びに行ったのかと思ってたけど、そんな単純な話じゃないみたいだね。さっきのおじさん、なんか少女より専門家っぽいけど。その言い方も間違ってないような。術とは全く違うけど、若い頃は影に対処する専門家だったんだ。いろんなものをいっぱい見てきたから、うちより物知りでも当然だよ。それでようやく何かに気づいたみたいだけど、彼の話を聞いて分かったことでも。ちょっと整理するね。どこから話すべきか。そうそう、うちが言わなくたってみんなはとっくに知ってるかと思うんだけど、他の術の面々とは違って、リトストおじさんはもう100年以上前に亡くなってるの。老朽と大火が分離したその日に。それも彼が自ら選んで一人で死を迎えた。もともとあれはリトおじさんの唯一の願いで、みんなも理解してた。多少は理解できてたんだ。でもあの日ドニグルは姿を見せなかったの。あいつがどこに行ってたのかは誰にもわからない。しかも最後にリトおじさんに会うこともなかった。翌日になるとそれが全くなかったかのように振る舞い始めて、主だったリトおじさんのことを全然口にしなかったの。跡形もなく消え去るっていう、彼の生前の願いを叶えようとしたのかどうかはわからないけど。それについてだけど、あのおじさんの話は正しいと思う。認め尊重できたとしても本当の意味で受け入れられるとは限らない。そうだよね。100年経ってあれこれ考えてるうちに悲しくなってきたのかもしれない。でもそれが目的ならどうして桜花に目をつけたの？むしろ逆だったりして、桜花で何かを見かけて主を蘇らせようとしたとか。あ、そうだ、加工場さんはどう思う？話す前にまずは一つはっきりとさせておきたい。質問するときはもう少し明確な聞き方をしてほしい。ドニグルの目的についてはあなたたちと同じように私にもわからない。しかし私たちと同じく七釘を抜く者が確かに存在しているのなら、おそらく奴しかいないだろう。実際すでに眠りについた術たちを除いて、そのようなことができるのは私と奴以外に存在しない。じゃあ釘をすべて抜いたらどんなことが起きるの？ああ、大したことではない。罹患の術相が世に戻ってくる。術に制され、火や電気のように刺激されていた影も自由を取り戻す。その暁には老朽はたちまち滅びるだろう。そしてそこから溢れ出たものは世界の泡を30から50個程度征服できるだろう。ただそれだけの話だ。随分と危なっかしいものを抱えてる割には対応があまりにもおろそかすぎない？ああ、大げさすぎるって。何しろ術たちは眠ってるけど、リトおじさん以外は全員生きてるんだから、影をそんな風に放っておくわけがないんだ。それに世界を縫い付けてる七星月が全部抜かれたところでしばらくの間はどうってことない。このシステムも独自の感性みたいなものがあって、そう簡単に秩序を失うことはないよ。確かにたちまち滅びるという話はただの冗談だと思ってほしい。その場違いなユーモアはさすがに理解できない。まあまあ、その件は一旦置いとこう。
一通り尋ねてみたことで目標がはっきりしてきたし、ドニグルでもあの頑丈な釘を抜くには多分手間がかかるだろう。うちらなら絶対に追いつける。それにその中にはあいつじゃ絶対に抜けない釘があるから。